ウイルスに感染していると診断された人は原則として医療機関に入院するなど医療・療養体制の確保を図ることにしています。選択的夫婦別姓をめぐって自民党は昨日から議論を再開しています。夫婦が希望すれば結婚前の姓を名乗れる選択的夫婦別姓を巡り、自民党は石原元幹事長を座長とする新たな作業チームの初会合を開きました。最初に石原氏が、この問題は古くて新しい問題でいろいろな視点がある、党としてどう考えるか議論しながら問題点を整理していきたいと述べました。この後出席者から女性活躍を進めるためにも制度を導入すべきだ、家族の根幹に関わる問題であり、まずは中性の通称を使用できる環境を広げるべきだといった意見が出されました。そして会合では当面党内の意見を幅広く聞き論点整理を進めることを確認。